グプタ文字とは4世紀から6世紀にかけて繁栄した北インドの王朝グプタ朝で用いられていたブラーフミー文字の一種のこと。6世紀以降、グプタ朝の衰退と分裂に伴い、文字もシッタマウトリカー文字、ナーガリー文字等に分裂、派生していくことになるので、グプタ文字はちょうどそうした北インド系の文字の直接の素と言える位置づけになる。グプタ文字は これ以降に派生していく様々なインド系文字とは異なり、まだブラーフミー文字と呼びうるほどにその原型をちゃんと止めている。したがって、紀元前5世紀前後にアラム文字を転用する形で生まれ、マウリア朝でアショウカオヒブンなどにも使われたブラーフミー文字がインドにおいては600年以上から1000年近くにわたってほぼそのままの形で保存、継承、 使用されてきたことになる。そんな、ブラーフミー文字の一種に過ぎない、グプタ文字が、なぜわざわざ特筆されるのかというと、グプタ帳においては、バラモン教や法典、文学、科学にまつわる文献の内容的進歩や、編纂によって、文献、文字資料が大量に残されているという点と、ちょうどこの直後に、このグプタ帳、グプタ文字の成果を基盤としつつ、北、インド系文字が、 様々に分裂、派生していくことになる、その直前の末期、晩期ブラーフミー文字に相当する、橋渡し、転換点としての時代性、歴史的立ち位置上である、前の時代のブラーフミー文字との比較、ありがとうございます。